宮川春邸とは、明治時代の浮世絵師、富岡栄泉の門人、新井、京、春邸、両氏と合エ S とも記す。三河国厚見郡旗村に、海鮮業と役所問屋を営んでいた、合唱、渡辺家に生まれた。名は、守吉。明治11年に、母が絶家となっていた宮川家を継いだため、守吉も、宮川を名乗る。歳の時、 敷地群生名教育会主催の展覧会で作文、図画の一等賞を受賞。14歳の時、感情の筆者を好んで絵を模写する。明治23年得意としていた画業を志し、状況、富岡英星について絵を学んだ。春帝が画家となった理由は不明だが、同郷の日本画家、渡辺小花に憧れたからとする説がある。以来、写生をもっぱらにして、 浮世人物を極め、特に好んで、柔らかいタッチの子供絵を描いたほか、美人画を得意としている。最初は、死から、よもぎさや洗い、形の名を与えられるが、明治28年に、宮川春帝に改名した。作画期は、明治20年代から亡くなる年までで、明治20年代から明治30年代にかけては、風俗通、美人12ヶ月。 風俗錦絵像徴などの風俗画のほか、雑誌口へ、新聞差し絵を描いている。こうした画業の傍ら、柳が国を、田山家隊、国木田ド歩、徳田修正、桐流悠々ら多くの若い文人たちと交流を重ねていった。また作家、岩谷さざなみと知り合い、明治31年5月小波が主催する木曜会に入会し、彼らと作品を批評した陸会を開いた。 明治38年最愛の長女が、電車事故で亡くなったことが、生来生き真面目で神経質、そして多少の感触持ちだった、春帝の心に、生涯重荷となってのしかかった。また、対象に年飲転出品を目指して、制作に意欲を燃やすも、震わず次第に神経が蝕まれていく。翌年正月に発病、入院するも解放に向かわず生涯を閉じた。去年は、 数えで42。墓は、長女と同じ染め霊園。後に分骨され、京里福江の菩提寺、長恩寺の宮川家墓地に収められた。ありがとうございます。